家に来ててくれて止めたというでも家に来ないでくださいって俺は言ったのアップルパイこれもう聞いてたんでどうぞ持って帰ってくださいって言ったらそのままアップルパイ持っていかないで出ていったって <laughs> <laughs> お父さんもプロに行くときにちょっとこう一回止められたって話そうなんですよ僕は目が悪くてでドラフト1位で指名されて。 巨人でもう周りの人もすっげえ喜んででもだん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 親父怖くなってきたんですよね僕の目が悪くて結局僕は高校時代裸眼で野球やってるんですけど球種がまあグーとパーしかないまっ、あ、すぐとカーブしかないんで、うん、グーとパーでやってたんですけどそれ昼間なんでそれでできたんですけどライターってこと全く僕も親父も理解してなかったっていうか、まあ、大丈夫だろうと思ってたんですけど。 ナイターって全く後に入ってみたら見えないんですよ1本なのか2本なのか3本なのかこれ見えないんで「お前プロ行って全部試合ナイターだぞ」って「<ー>今ならやめられるからやめた方がいいんじゃないか」って言ったのよ <laughs> あれもうドラフト決まって11月ぐらいドラフトとかまだキャンプ行く前だったんですよそうだよね」って言って「やばいね」って「でも今コンタクトとかあるじゃん」って言って。はあ で後にハードコンタクトレンズに出会うんですけどまあハードコンタクトレンズっていうのはほこりに弱いんですよ。だから玉川のグランドっていうのはほこりしかないようなグランドなんで <laughs> もうそれがいつもそのハードと目の間に入ってもう痛くて痛くていつもしてるふりして外してたんでそうするともうこのボールが真っ黒になるんですよ黒い土で打つから。 だからボールとグラウンドと全く一緒の色になるからもうゴロ取れないんですよノック受けてもああ見えないんで,ああでいつもエラーしてるんでんもうすんのすごく悪かったですねじゃあいや、まあ、でも,もうちょっと早いとこう分かんないからしょうがないからああでもコンタクト外したら見えない確かにああだからもう隣のやつとかにコーチがバーンと打つじゃないそして反応がもう明らかにおかしいからコーチが。 お前コンタクトしてるか!」って言うから「はい!」って嘘つくわけで <laughs> そうすると「これ何本だ!」って言うから <laughs> 後ろのやつの「何本だよ!」本だ、言三三ら「333」って「3です!」って言ったら「遅い!嘘つけ」って「つけ!」ってって「来い!」ってって呼ばれてパーッとこびられて「<laughs> してねえじゃねえか!」ってバかんってでもかれて <laughs> うその後大変でもうあまりにもそういうのが続いたと。 二軍,二軍監督がうちの親父に手紙を出すわけですよもう何回言ってもコンタクトもしないとでこれじゃあもう野球の一軍に上がるとかじゃなくても守るくたことができないっていうのはもう何とかしてくれって親父に手紙書かれたことあるのこれ。それも覚えてるわもこれ、まあ、でもその翌年には一軍に上がりましたけどね マキルさんんいつもこうですもこすねそそうそうだからこういうサインでしか見えないんで一応ここで指で出してるんだけど、まあ、後にすぐにトレードだだんだかんだでもうみんなそんな情報なんかバレバレくてもう本当によく僕のサインなんていうのはカモフラージュで全部こっちで出してるから解読すらわかるって言って僕らなりには考えてやってるんですけど。 キー,をキーを変えるわけ、はい、だから今日はじゃあ,あの胸のここがキーねっつったら、はい、まあここの次がキーサインでここがまっすぐとかカーブとか決めてるわけ、はいはい、で俺の出した数字が123とか決めてるから俺の数字とそっちの数字を足せばすぐには解読できねえだろっつってたまには引いたりもしてて、はい、デーブなんかはそれにあのランプっつって今ツーストライクツーボールだったら4じゃない。はい これに、じゃあ、俺の足した数字を足そうだんっつって。で、やってたんですよ。誤進法でやろうから。四<ー>に三を足すと、ええー、五の一二でカーブだとかっていうのをやってたわけですよね。で、そうすると、こう、あいつがこうやって出すときに、俺がこうやって数えるから。<laughs> で、バレるとか。<laughs> で、デーブはデーブで足し算が、わからなくなって。急に俺が、それで、首振ると、また一からやらなきゃいけないんで。二でやると、カーブだったんですけど。 まっすぐにしたいときはこうやってこうやってアップとダウンでやるからなって言ってはもう俺が面倒くせえからもうカーブがあいつサイン出してきたらこうやってパッてやってすぐ投げようとするから、はい、ゲデーブが「待って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 」っ,ってなるわけ <laughs> それでもう,もうあいつ何来るか分かんないからこうやって構えてたって言ってたしサインミスはいっぱいするしっ,つっていっつも文句言ってたけどあいつもね<ー>もうしょうがないそういう複雑な事情があって間が入っちゃうんですごいやっぱりこうやって出すサインってやっぱり 間が空くんですよ。ちょっと時間かかりますもん、ね。時間かかるの。昔は乱数表っていうのがあって、はい、この乱数表をこうやってやって、もうサイン盗みがすごくちょっとひどい時代だったからこういうのでやったんですけど、あまりにも時間がかかるということでこれも禁止になったんですよ。まあそういうこう歴史があるこう僕のこの目のあれっていうのはありましたね。その後コンタクトはソフトかなんかに。そうなんですよ。だから技術の 革新で、えー、ハードからソフトに変わってそこからワンデーというのができましてこのワンデーは嬉しいね要するにも、うん、僕らもソフトでもきれいにやるんだけどやっぱり汚いですよで僕も試合前の本当ちょっとの時につけるぐらいだったんでやっぱりもう、まあ、不衛生ですよねやっぱり汚れててももうそれでやっちゃってるんで。 だから「ワンデーはもうそのまま「ワンデーで捨てれるわけじゃないですかあれはうれしかったなもっと早く作っててくれればね僕らももうちょっと玉川グランドでもしたんだけどねうんじゃあ今の子供らはもう全然問題ないんですかねあと今それで僕は僕もそれ何でも走りなんですけどレーシック受けたんですよ。目を良くしようとオフにレーシックがもう本当出来たての頃に、はい。 こういういのがありますっ,つって、はあ、じゃあ俺も本当に、あのー、サイン見えないんで,でいくつもなるっつったら僕の目っていうのは弱視といって視力があんまりこう矯正しても上がらないという病気で、うん、つけても手術しても0.6ぐらいにしかならないですよっていうわけ、まあ、0.6でもいいからやってくれっつってやったらなんかもう目が痛くて痛くて失敗したねあれ。あれか、はあ で失敗して家帰ったら涙しか出なくてボルロボル涙出てもうそのまままた医者へ行ってなんとかしてくれってこれ,これやばいこ,れこんなに野球できないってってでもうまあ多分俺がはっきり言って初見みたいな感じのだから向こうも技術がまだない時だったと思うんだな明らに失敗したとは言わないんだけどなんかあれあれみたいな感じだし。<laughs> なんかおかしいなと思ってそんなはずないんだけどみたいな感じででもまあとりあえず収まった収まったけど夜になるともう要するに夜になるとこう瞳孔がこう大きくなるから昼間はそうでもないんだけどもう夜になると本当に。 30にも見えてきてき夜、ゴルフ練習場とかでゴルフボール見ると3つ見えたからね<ー>明らかにボールが3つあるのこれ、どれ打てばいいんだろうな <laughs> <laughs> <laughs>、ま、真ん中かと思って打ってたぐらいなのよ <laughs> <ー>。これじゃ俺も多分野球もできないしで強制しちゃってるから今までのコンタクトレンズも全部合わなくなっちゃってるから、うん、全部捨てて。 で新しくその3個に合わせたやつを強制で何とか作ってもらって何とか試合でできるようにして出たという<ー>要するにこうランニングコストも含めて全部そういうのがいらなくなるよって言って何十万もかかる手術を受けたのにもかかわらずかえって何十万 <laughs> かかったというねもう本当本末転倒の俺も完全に失敗しましたね。今はもう成功してる たくさんいると思います。いますよね。うん、でもそういう目が悪い中でね、完全試合も達成したっていうのはああ。だからもう目が良かったら非常に僕の人生、多分野球人生も変わったと思いますけど、まあでもしょうがないよね、これ生まれ持ったものだからね。うん、その完全試合の前の年が F A だったんですよね。良かったですね。<FA> しなくてね、うんうん。まあそうですね。F A もね、あの当時ジャイアンツ出るやついねえだろうって思われてたんですよ。 だから球団からのアプローチも全然なかったしだからまあお互いの,その意思の疎通みたいな、まあ、FA 元年だったとっいう部分が非常に大きかったですねもっとちょっと話して、まあ、お前とはちゃんと契約したいから、まあ、それなりの待遇も出しますからねというようなことをちょっと最初にもらっていれば僕らもそういうことにならなかったと思うんだけどそっちの話もちょっと来なかったんでそうすると他の球団なんかもちょいろいろとね、はい、今でこそ言うけど。 球団側の人じゃない人がちょっとアプローチしてきて出る気あるのかあるみたいな打診はあったんで、まあ、そういうところからのそうこう少しずつこうボタンの掛け違いで起きた騒動にはなりましたけどね、うん、で長嶋監督が長嶋監督が出馬してと、まあ、りあえず長嶋さんが俺が止めたということで、まあ、確かにそういうことでもあったし長嶋さんが家に来てくれて止めたという。 でも家に来ないでくださいって俺は言ったのよ中島さんが来たら家の周り大変なことになるの分かるでしょ大騒動になってもう家中渋滞はするわ新聞記者の車だなんだかんだで新聞記者も含めてカメラマンだものすごい数来たから貼ってはいたんですか新聞記者とかもいやもう俺ん家に行くってことはもう相変わらず最初にもう言ってたんで各社はバッと来てましたよでもそれを 出すことによって、まあ監督が止めたということでマッ、まあ、キャラがまあいろいろとどこかに出るかもしれないということをしたけど、巨人に俺が残ることをちゃんと止めるということをやったから、お前もこれで球団に残りやすくなったでしょっていうようなこうおめ方をしてくれて、まあ何もなかったですよねっていうふうに持ってって,ってくれたのは長嶋さんだった。お茶かなんか出したんですか家入って。当然あの素晴らしいあのコーヒーと。 僕が長嶋さんが好きだっていうアップルパイを事前にちゃん長島美奈ちゃんに聞いて、はい、何が好きなんだって言って「全然 <laughs> アップルパイだ」って言って俺わざわざ買いに行って、はい、用意してでコーヒーも出して、はい、そこでもうでも長嶋さん来たら話はもう。 終わってるから話すすことないんですよ、はい、長嶋さんはもう時間とかもうも暇そうにこうしてて「<laughs> 長島さすみませんありがとうございました」<laughs> っていろいろでねこんなとこまで来ていただいて本当に僕らいつでも行ったんですよって言ったらいやいや俺がここに来ることが大事だったんだからななんていう話しながら「本当すみませんでした来年からまたよろしくお願いします」みたいなことを喋っててもう45分ぐらいしたら「じゃあもういっか」っつって帰っていって靴こう履いて靴の紐をこう結んでる間にあといっぱいこれもう聞いてたんで。 どううぞ持っっっっってててて帰くださいっつっておありがとうなっつって靴こう磨い結んで立ってはそのままアップルパイ持っていかないで出ていったっ <laughs>、うんね、忘れちゃってんの、ねうん、持って追いかけたんですか持って追いかけていって、うん、バッと門のところから渡すところがバチ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 ,バチって取られたっていうのがありましたね。とありましたね。まあ、このエピソードもちょっといろんなところで使わせてもらってんでまたこの話してやろうと思ってるかもしれないですけど。 うん、でも、あのそのそ FA とかもいろいろ槙原さんはいろいろあったと思うんですけど僕の中でベースアウズ戦の槙原さんのボークで佐伯がホームラン打って98年で優勝の年だったんですよね。うんはい、で、もうンダ戦ですごかったねねあれねえ覚えててくれますかいや覚えて,てくるってのはこの間ねまだあの僕出してないんですけど権藤さんとこの間 YouTube 撮ったんですよ。 でゴンドウさんはわざわざあの来ていただきまして、ええ、89年の98年の話になって「はい、マーキー覚えてるか?」と「お前のあの最近の時のホームランかわいそうだったな」なんていう話を権藤さん振ってくれて<ー>覚えててくれたんだと思いながら僕はもうだって屈辱だったあれあれはあの <laughs> ボークじゃないよいや僕も思うんですよあれ,あれ何あのその話っていうのは8回のワンアウト一塁二塁かなんかの場面であツーアウト一塁二塁だ。 で、僕出てってでこうセットポジションしてパッと佐伯だったんで投げたんですよでフォークボールをあいつラライイトフライ打ったんですよ。それで「あ終わった」っつって帰ってったら審判が「ボーク!」って言って「えっ?」っ言ったらこれ止まってないってわけよ俺がその,日その年はその止、ま「止まってない」を結構見てたわけよいやいや俺の中ではめっちゃ止まってると動いてるのは心臓だけだっていうイメージがあったの <laughs> なのにもうダメって言ってもえー、ってふざけんなよって思ってでもないのよその時はこれが <laughs> でしょうがねえなっつってランナーいなかったのかないやいたのかな<ス>まあとにかくスリーランスリランだったよねあれ確かになんかそれでその次の球をまた同じフォークボール投げたのよそしたら今度ホームランだった <laughs> したら今度俺マッタマ来るよね チェンジで終わってるのにお前投げさせやがってこんなやろって言ってまたあの新庄に打たれた時と同じ顔してました <laughs> こう審判の方見て嫌ううな顔してると思って <laughs> ここも試合がもつれてれ、ね、結局最後サヨナラでまた横浜が勝って結局98年の横浜の優勝のかなり大事な試合だったとっいう,うね,ね,ね両チームだから牧原がか他かのチームが優勝する時は僕が結構アシストしてることが多いっていうのは <laughs>、ね、ヤクルトが優勝ブロハードっていうの一発っていうのもあったんですよそれも あのすげえ巨人とヤクルトが競ってて俺すごい連勝しててそこのところで逆転ツーランを打たれて最後そこで逆転されて負けたその試合でヤクルトに負けて巨人の優勝が遠のいたっていうゲームがあってその時は広島と競ってたんですよ。 そのブロハードの一発ってそれ多分 YouTube でまた出てくるんですけどまた俺の責任になってるわけですよ <laughs> そこの時には俺すげえ練習して勝ってきてるんだけどその試合だけ負けたら今度俺の一発でなるわけじゃんね八85年の3連発ブロハードの一発98年の佐伯の一発全部俺だってなるわけですよ <laughs> もうねひもづくんだよね俺ねバッターで一番嫌な方って誰だったんですか 僕は古田がやったんですね、うん、あのねもう多分癖とか配球とかも含めて全部分かってましたね。だからもう俺ヤクルト戦すんげえ野村さんのその ID、うん、野球って言うんだけどまあ、あの亡くなった方を言っちゃ申し訳ないけど野村さんこんなんさドリフで使う黄色いメガホンあるじゃないですか、うん、あれのすっげえでかいの持ってたの知ってるあ,ってあれで俺がこうやって こう入ると、ホク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 って言うのよ <laughs> 本当ですか。本当だよ、もうすっごい。でも,もう、ええ。僕、俺、こうやってホーク構えちゃってんだよ。どうしようもないわけだよね。<laughs> だけど、で、違うか、まっすぐの時は言わないんだよ。な、多分絶対分かってるわけですよ。 ドリフのメガホン見てもらえば分かりますけどビックこの黄色いやつの本当にでかいの持ってるんですよ。うん、ボと叩いていい音しそうなやつを野村さんが持って向こうの敵、敵将がホク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 ,ホクって言ってるからもう野村さん、もういいからその声出しちゃだめでしょとか思いながらやるわけですよね。昔はもう、選手も持ってましたからねメガホン。そうそうベンチの中でそ<う>メガホンでバンバンやってました。うん まんまんやってたっててたいうのは、うん、だからまあ,あ<ー>そういうことで僕なんかは野村アイディア級って言ってる割にはすっげえアナログじゃんと思ってましたよだけど明らかに見逃し方とかあの分かるんですよ相手が癖を分かってるとかサイン分かってる時の見逃し方とか変化球投げた時の対応がもう全然変わってくるんでああバレてんなとか。 配球読まれたなっていうのはすごく感じてたんでヤクルト戦っていうのはすごく嫌だったその時の象徴で彼が首位打者を取った前年が1割台だ,だったのに2年目に首位打者を取るんですけどキャッチャーで明らかに変わってきたんでバッティング内容も含めてああんか見透かされてるみたいだなと思ったところからすっげえ嫌な意識、うんうん、を持ちましたねでももそういううういの持っちゃうともう ピッッチャーーーとババターの序列パワーバランス変わっちゃうんですよ今まではもう「もう打たれないよ」とメガネかけてるようなキャッチャーに「打たれないよ」って「伸びただろ」って思ってたのは古田さんになっちゃうわけだからもうさうしょうがないよね。うん 変わるよね、はい、だから、なも多分だめだったピッチャーいたと思うんですけど、はい、その前年にばーっとなんか、ね、癖かなんか分かったりしてる、はい、分かったらもう楽ですよね、はい、そしたらああいらっしゃいなっちゃう僕、でも槙原さんと対戦させてもらってるんですけどフォークボール3球、えー、ワンバウ振って3球三振してるんですよ。はい、俺覚ええてるえマジっすか、うん、やっぱり曲がったことが嫌いなんだなと思って。<laughs> それを僕、三振して、はい、もうめっちゃ悔しいじゃないですかもう全然見えないしあなんだ何振ったんだろうっていうぐらいで,でちょっとジャイアンツベンチが見えたんですよ、西山、あの抑えとかピッチャー、守備の一貴ね、はい、あれがちょっと多分その槙原さん投げる前に投げたのかなベンチいたんですよ、そしたら腹抱えて大きな声で笑ってるんですよ。 またベンチ行くぞこいつマジ腹立つわと思ってほんでまあ終わって次の日あいつなんか走ってたかなんかで行ったんですよ「夢この野郎」っつって行ったら「お前俺の槙原さんのあの三振お前も大笑いで笑ってたろ」っふざけんなって言って「いやいやなか勘弁してくださいよあの同じ三球同じ空振りしてましたよ」また大笑いしてやがったもうダメだこいつはこういう感じなんだそうそうあの感じなのよ でも中根も中本当に一本筋の通った男だよ。まっすぐしか待ってねえんだよ、<laughs> それも俺が投げてる頃っていうのは、うん、それはもうさ、うん、俺、変化球意外にまっすぐでも若い頃は押してたけど変化球大好きなピッチャーだから <laughs> 投げたいのよ、でも明らかにこう、まあ、変わらない人をスインするんだから <laughs> それは、ね、同じボールだと思います、ずかしい面白かった。<laughs> うん 逆にうと落合さんは槙原さんが苦手だったんですよそうなだから最終的に落合さんが中日球場でセーフティーバントの構えしてどーっと湧いたことあるんですよ。こういう格好した、ね、あのン神主してこうやってやったの <laughs> えっ,て思っててと思ってなん何をしてるんですかと思って後に FA で来るじゃないですかっ,っ,めっちゃ嫌だったっう。うん。何も嫌だったっつって、うんね、<laughs> スライダーが嫌だった。 外のまっすぐとあの辺のコントロール良かったからああ打てる気せんかったって言ってへえ<ー>と思ったけどまあでも確かにそんなに打たれてないんだよあ<っ>、うん、まあだからそうやって思ってくれるだけでもね嬉しいよね出ましたよ <laughs> だってさすげえしゃってるんですよ俺 <laughs> なんか消えちゃいますよね <laughs> 水もなくなってきたしね,ね <laughs> でもあのまとめとしてじゃあこれから向原さんどんな活動をいやまああのー。 とりあえずその野球解説の方もやらせてもらってて、まあ、スポーツ番組だとかもやらせてもらってるんですけど新しいアイテムとして YouTube というのをちょっとやりだして、まあ、こうやって僕は今日喋る側だったんですけどやっぱり振りながらだったとかどうしても喋りたいんでずっと喋っちゃいましたけどやっぱりそういう聞くことだとか、まあ、そういうのをまあ昔の話でもこれからの話でもなんか提供してこう喋れるコンテンツを今回 またやってみてちょっと少しずつ面白くなってきてるんでまあもうちょっとね登録者数が伸びたらもっと僕のやりたいなっていうこう気持ちになるんでぜひチャンネル登録よろしくお願いします名前は何でやってるんですか、えー、ミスターパーフェクト牧原っていう、うん、あの牧原チャンネルでやればいいんですけどちょっと占いの人に聞いたらそれじゃないとダメだって言われてそうなんですか笑っちゃってごめんなさい,いや本当にそうなのよ そうなんですか、うん、で俺、散々言ったのよいや、ミスターパーフェクト槙原」って語呂悪いし自覚がどうのこうって言うんですけどえだって、カタカナに自覚もクソもないですしさあるんだとあるんだとんで語呂悪いじゃんっ,つって、うん、でも俺も今振られてってすぐに言えないぐらい槙原、うん、チャンネルとかはい、はいね、中根チャンネルとか、はい、それでいいじゃんって言ってだめですカタクナに言うんですよ。うん だからもうそれでやってますんでだからもうそれで俺増えなかったらお前のせいにするよっつったらいやいやいいですよっつって言ったのあの皆さんここでプレゼントのお知らせがありますが牧原さんが来てくださっているこの T シャツあこれねはいこちらプこれかわいい,、ね、い,いそうですよね、うん、このプロ野球 OB クラブの T シャツにこの後サインをしていただいてお一人の方にプレゼントします 詳しくは概要欄をご覧になってください。応募してください。はいお願いします。さあ今日も新講演寺にありますセノンスポーツゼロからお届けしましたけれども、YouTube の話からなしの話まで本当に森田さんね。本当に今日はでも楽させてもらいましたね。そうですね本当に。皆さんもうござになってましたよね。ありがとうございます。 喋るっつったらずっと喋ってますよやばいですねありがたいですよねということで皆さん何でしたっけ牧原チャンネルだから覚えれないでしょみんな覚えないのミスターパーフェクト牧原なんですミスターパーフェクト牧原の方もそしてこのプロ野球 OB クラブチャンネルもぜひよろしくお願いいたしますはいお願いしますチャンネル登録そしてグッドボタンもぜひお願いいたしますお願いします今日は中根リーダーと一緒にはい中根くんありがとうございました牧原チャンネルじゃなくてミスターパーフェクト牧原のはいまたお願いします牧原ひろみさんにお話伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました ・今日は新興エンジンにあるフェノスポーツゼロに来ましたビ b クラブベースボールペディアで、えー、ここを使わせてもらってますこんな施設もあります疲れたあとは酸素カプセルで癒しましょうじゃあね一社だわ ゼロにスピードガンが導入されました。百一。百七。百十いきます。百十一。ピンピンピン。